わさび、京都そば。お蕎麦屋さん？違うんです。京都にオープンしたゲストハウスです。中に入ると目に飛び込んできたのは巨大な作品です。京都出身、あのねのね、原田信郎さんの書の作品が吉野杉に彫られています。ゲストハウスの名前にちなんで、わさび色なんですって。ロビーの奥にはお庭があって、水が湧き出ています。その湧き水をイメージして、信郎さんが描かれたのがこちらです。お客様が泊まる和室にもありました。楽しいという文字。いろんな場所に信郎さんの作品が飾られていて、ミニギャラリーのようです。素敵なゲストハウスに泊まって、京都を満喫してください。